トンガリロ国立公園トンガリロ国立公園はニュージーランドの北島にある山岳地帯を保護する目的で設定された国立公園である1894年ニュージーランド初の国立公園となったユネスコの世界遺産複合遺産に登録されている最高峰ルアペフ山や富士山に似た稜線を持つナウルホエ山などの活火山や 地火山が広がる7 9 5トルの広さを持つ。トンガリロ山にはエメラルド色に輝く火山湖がある。ルアペフ山、ナウルホエ山、トンガリロ山の山峰はマオリ族古来の聖地であった。1887年、当時のマオリ族の主張であったは、 ニュージーランド政府に2630ヘクタールの土地を寄付したことがトンガリロ国立公園の成立の始まりである。その結果、1894年トンガリロ国立公園法が可決され、ニュージーランド最古の国立公園が成立した。1907年には国立公園の面積は25213ヘクタールに拡大された。国立公園の拡大は、 1922年、1953年、1962年、1975年と継続され、現在に至っている。また、この国立公園の三域は、マオリ族の信仰対象でもあった。マオリ族の文化との結びつきが考慮され、文化と自然の複合遺産として、世界遺産に登録された。タウポコからほど近く、オークランドから南に、 約3 3 0トル、ウェリントンから北3 2 0トルのところに位置する。は、トンガリロ国立公園内に源流を持ち、西に流れ、ワンガヌイ国立公園へと流れていく。公園のほとんどが、マナワツワンガヌイ地方に所属しているが、公園の北東部は、ワイカト地方に所属する。トンガリロ国立公園の境界は、東が、北が国道46号。 ラロトイアロード、北西が国道47号、西が南尾が形成する。国道4号と国道49号に並行する形で北島を縦断し、オークランドとウェリントンを結ぶ鉄道幹線であるが走り、国道4号と47号の交差点の近くには国立公園駅がある。トンガリロ国立公園内にはニュージーランドの国道で最短の距離であるがある。 国道47号より分岐し、トンガリロ国立公園の観光拠点であるに至る。ニュージーランドの大部分が温帯、西岸海洋性気候に属しており、トンガリロ国立公園も例外ではない。標高の高いトンガリロ国立公園は、タスマン海から東に抜ける偏西風にさらされてを、雨雲も多くはタスマン海からもたらされる。極端な寒気、雨季の区別はなく、 一年中、降水の可能性がある気候である。ファカパパスキー場では、年間2200ミリの降水を記録し、公園南部のでは、年間1250ミリを記録する。気温は、標高が高いこともあり、1日の比較差が大きい。ファカパパスキー場では、一年中、霜が降りることもあり得る。年間の平均気温は、摂氏13度。 最高気温は摂氏25度、最低気温はマイナス摂氏10度になる。標高1500メートル以上では冬になると雪が降る。降雪は標高1500メートル以下でも起こりうる。トンガリロ国立公園内に降る雪はニュージーランド屈指のスキーリゾートたらしめている。おおよそ降雪は早くて3月から遅くても11月までは降ることとなる。 時々、夏、南半球のため、12月から2月であっても、降雪する。ナウルホエ山及びトンガリロ山の噴火口内及び、ルアペフ山頂上には、万年雪として、雪は残る。トンガリロ国立公園は、東半球における寒太平洋火山帯の最南端に位置づけられる。トンガリロ国立公園を起点に、北東方向に1 8 1年に大噴火を起こした。 タウポコ、1886年に大噴火を起こした、タラウェーラ山、ベイオブ・プレンティオキアイノまでの火山群を創称した、タウポ火山帯が伸びる。トンガリロ国立公園内の3つの火山は、おおむね若い。トンガリロ国立公園内で最初に噴火したのは、トンガリロ山で、約26万年前のことである。ナウルホエ山が最初に噴火したのは、 約2500年前のことであると考えられており、伝統的にナウルホエイサの噴火周期は9年周期と考えられている。もっともナウルホエイサの最後の噴火は1975年のことである。トンガリロ国立公園の最高峰であるルアペフサの最初の噴火はトンガリロさんとほぼ同じ25万年前と考えられている。ルアペフサの頂上に ほぼ近いところに酸性の火山湖が存在する。この火山湖は深さ100メートル、直径600メートルある。水温の変化に従って温度が上がるにつれ緑や青から灰色へと変化する。ルアペフ山が噴火する際には火山湖の水がラハールと化す。ラハールの発生はルアペフ山の噴火予知には欠くことができない。 1945年の噴火活動で形成された火山湖が1953年のクリスマスイブに決壊しニュージーランドにおける最大の鉄道事故であるの原因ともなったし、それ以後も1995年から96年、2007年にも噴火している。1990年に世界遺産、自然遺産に登録されるにあたり、 他の火山との比較検討がされた。比較対象となったのは、スペインのタンザニアのキリマンジャロ、エクアドルのアラスカ州のカトマイ山及びハワイ州の火山群である。その中においても、トンガリロ国立公園は、マオリ族との文化的中退が強いという点で、他の火山群には見られない特徴を有していたと、国際自然保護連合、IUCN は結論付けた。 トンガリロ国立公園が世界遺産、自然遺産として登録されたのは以下の3点の特徴を有していた点にある。第1点が火山活動が活発であり、理想的な自然研究室であったこと。第2点がルアペフ山の火山湖が頻繁な噴火によって形成されると同時に氷河湖としての特徴をも有していたこと。第三点が186年のタウポ湖噴火をはじめとして、 1800年間の噴火の歴史の状態が良好であった点である。1990年時点での適合基準は以下の通りである。ニュージーランド、マオリ語でアオテアロア、アオテアロアにポリネシア人が定住したのはおよそ1300年頃とされる。マオリ族の文化は豊かな交渉伝承によって残されており、その交渉伝承は 人々とニュージーランドの織りなす風景との間の関係が中心的な役割を果たしてきた。彼らのカヌー艦隊の中で最も重要なカヌーがであり、らは5000人の子孫と伝えられるマオリ族のうちのオンガティ部族である。19世紀、南オーストラリア州総督、二度のニュージーランド総督、ケープ植民地総督を歴任したは、以下のマオリ族の伝承を記録している。 ガテ部族の祖先で、アラ和号の公開者にして司祭であったは、探検者でもあった。ベイオブプレンティに上陸した、彼は、北東内陸部へと探検する。ロトルア、タウポコへ探検した、彼は、タウポコの南の対岸に位置する、トンガリロ山を見上げ、トンガリロ山東町を起都した。しかし、トンガリロ山東町時に、投資寸前の状況にまで追い込まれた。その時に、 ホワイト島に残っていた二人の妹に火を持ってきてくれと頼んだ。その声がハエに乗り、妹のところまで届き、現在の関太平洋火山帯の山々が噴火し、彼のもとに火が届いた。その結果、彼は一命を取り留めることができた。この伝承より、マオリ語で冷たい南からの風を意味するトンガリロが山の名前に付けられたのである。マオリの聖地である。 この国立公園の文化的価値が評価されたことから、1993年に文化遺産登録基準が追加的に適用され、複合遺産となった。世界遺産となった文化的景観の第一号である。トンガリロ国立公園の植物省は、高度、高水量や温度などの気候、及び火山の噴火の影響もあり、多様である。 公園の北側から西側にかけての高度1000メートル未満、およそ3000ヘクタールは、薪下の森林が広がる。また、森林内は、シダ植物や菌類が生い茂る。国立公園の火山群の頂上は、多数満開から、西風が吹きつけるとともに、大量の雨がもたらされる。その結果、ニュージーランドを象徴する寄生シダは、高さが6メートルにまで成長する。 高度が上がるにつれ、およそ1530メートルの高度までは、ブナ林が広がる。ただし、ルアペフ山麓は、度重なる噴火の影響が残り、焼けたブナ林が展開している。さらに、高度が上がると、森林限界になってしまうため、総本植物が展開することとなる。トンガリロ国立公園には、56種類の鳥類が、いる。その中でも、カカ、 青山ガモが絶滅の危機に瀕している。青山ガモは公園内の急流に生息し、キーウィは国立公園内の森林に生息している。それ以外の鳥類で公園内に生息しているのはニュージーランドヒタキ、トゥイ、ミドリワサザイである。トンガリロ国立公園も他の自然遺産の例に漏れず、生態系の格乱が常に危惧されている。 トンガリロ国立公園内で既存の生態系を脅かす代表例として、ロッジポールパイン、カルーナ族、エニシダ、シカ、ポッサム、ヤギとブタが挙げられる。ロッジポールパインがニュージーランドに移入したのはヨーロッパ人が入植した時期とほぼ等しい。ヨーロッパ人はロッジポールパインを木材として利用することを考えていた。ロッジポールパインは公園内の至るところに生育しており、 公園の地主及び管理者。この管理者には、自然保護省や地方公共団体、軍隊、マオリ族も含む隊は、すべてのロッジポールパインを伐採、駆除することで合意しており、除去プログラムも1年単位で更新されている。カルーナ族、巨流もどき、ヘザーは1910年頃に、公園の周囲の生地や、大腸の食料として輸入されたものである。狩猟のために、生地や、 ライチョウも同時に移入されたが、トンガリロ国立公園の厳しい自然環境では生き抜くことができなかった。しかし、カルーナ族だけは生き延びることができた。現在では公園内の至るところに生育している。カルーナ族は土から引き抜いたとしても、駆除と同時に種を地面に散らばらせるため、駆除が非常に難しい。そのため、1995年、スコットランドから、を導入し、 駆除に乗り出している。エニシダもまた、トンガリロ国立公園のみならず、ニュージーランド全域に移入した外来種である。エニシダを駆除するために、カルーナ族と同様に、外虫を散布することで、拡大の阻止に努めている。鹿は、狩猟をするために、1900年代の早い時期に、移入された。鹿は、公園内の森林に、深刻なダメージを与えてしまった。 その結果、公園内の狩猟は免許制となっている。ポッサムの移入は、毛皮のためである。ポッサムもニュージーランド全域に広がった。ポッサムを捕獲するために、毒餌や罠が試されてきたが、ポッサムの生息地である森林に開くせすることは、姿ではない。ポッサムもしか、ヤギ、豚と同様に、ハンターによっての捕獲が、現状では、生態系の維持のために期待されている。 トンガリロ国立公園では様々な野外活動が活発に行われている。夏の期間はハイキングや登山であり、冬になるとスキーやスノーボードである。また、狩猟、釣り、マウンテンバイク、乗馬、ラフティングも盛んである。トンガリロさんとその周辺は、ピーター・ジャクソンが映画ロード・オブ・ザ・リングシリーズにおいてモルドールのロケ地として使われたことでも知られる。 トンガリロ国立公園で最も有名なトレッキングコースはである。このトンガリロアルパインクローシングの童貞はニュージーランドに9つあるの一つでもあるの一部を構成する。スキーの季節は6月の遅くから11月の初めにかけてである。トンガリロ国立公園最大のスキー場はファカパパスキー場でありルアペフさんの北西6に位置する。15本のリフトを持ち、 5.5平方キロメートルの面積を持つ。また、ルアペフさんの南西6にはカール。9本のリフトと5平方キロメートルの敷地を有する。このスキー場に行くには、三麓のオハクには拠点となる。加えて、ルアペフさんの登録にはカール。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。